ハワイで再始動する、ナンバー・アイ、ヒラノシ宮寺ジングージ・ユータ、キシユータが特別な場所を選んだ理由。ハワイ、その美しい自然と魅力的な文化で知られ、多くの日本人にとっては、楽園の島として親しまれています。そして、今回、ヒラノシ神宮ジングージ・ユータ、キシユータの新たなグループ、ナンバー・アイ、が再始動の舞台としてハワイを選びました。 なぜ彼らはこの特別な場所を選んだのでしょうかその理由を探り、この再始動の意義に迫ってみましょう。ハワイ、特別な場所。ハワイは、その美しいビーチ、豊かな自然、魅力的な文化で知られ、多くの観光客や芸能人にとって魅力的な場所です。しかし、ナンバーアイのメンバーにとって、ハワイは単なる観光地以上の意味を持つ場所と言えるでしょう。 彼らはデビュー前からハワイを訪れ大切な思い出を築いてきました。この場所はキンプリとしてのデビュー前に3人組ユニットに分裂したり6人でのデビューが危ぶまれたりした彼らにとって将来を語り合った大切な場所であったのです。脱退前最後のミュージックステーションでは平野がハワイでの写真を思い出として紹介し 神宮寺もハワイに行きたいと話し、騎士が初の海外単独ロケの場所として選んだのもハワイでした。彼らにとって思い出の地としてのハワイは特別な意味を持っているのです。ナンバーアイの再始動。ナンバーアイの再始動に際し、特に平野市王と神宮寺雄太は、すでにジャニーズ事務所を退所し、ト部に合流することが発表されていました。 彼らは SNS を通じてファンと交流を持ちつつも、表だった活動は控えていました。その背後には、岸優太タの渡べへの合流を待つという思いがあったようです。一方、岸優太タは主演映画の公開が控えており、退場が遅れていました。しかし、彼も渡べに合流することが発表され、再び3人組グループ、ナンバー I としての新たなスタートが切られたのです。 ハワイでの再始動の意味。なぜ彼らは再始動の場をハワイと選んだのでしょうかその理由は、ハワイが彼らにとって特別な場所であり、多くの思い出が詰まっているからかもしれません。ハワイの美しい自然環境や、常夏の風は、新たなスタートへの追い風となるでしょう。また、以前から平野市洋は海外での活動の夢を語っており、 キンプリからの脱退や所属事務所からの退場も自身の年齢と経験値、そして海外での活躍を目指すために行った決断でした。ナンバー・アイを結成した今、彼はその夢を叶えるために動き出したのです。ハワイでの今後の活動。ハワイでの再始動を果たしたナンバー・アイは近いうちにハワイへ行く予定とされています。平野の仕神宮寺勇太。 キシユタに加え、渡ベに合流した元キスマイフと2の北山博光さんも一緒に渡ベする予定です。これまで SNS のライブ配信などで活動してきましたが、ナンバーアイの公式サイトはまだ詳細な情報は伏せられており、コンサートなどの具体的な内容は明らかにされていません。しかし、ファンは 額に胸を膨らまませててており幅広いいい活動へととシフトチェンジしていくことが期待されていますハワイで再始動するナンバーアイ。この特別な場所が彼らにとって思い出の地であり、新たなスタートへの力強いステップとなることでしょう。ハワイの美しい自然と暖かい風に包まれながら、彼らの音楽と活動がさらに輝くことを期待しましょう。さらに